モイズ・キスリングは、エコールド・パリの画家。ポーランド生まれ。キスリングは、20代後半には、画家として成功し、パリ派の陽気で面倒見の良いリーダーだった。モンパルナスの帝王とも呼ばれた。ユダヤ人であったために、第二次世界大戦中には、アメリカ亡命などの苦労も経験したが、自殺した、パスキン、アルコール中毒のモディリアーニ、ユトリロなど、 破滅型のイメージの強いエコールド・パリの画家たちの中では珍しく、生前から高い評価を得て幸福な生涯を送った画家である。風景画、生物画、肖像画を主に手掛け、メランコリックな婦人の肖像画や写実的な花の絵画を得意とした。スイス・ジュネーブのプティ・パレ美術館に世界最大のコレクションがある。1891年1月22日。 オーストリア・ハンガリー帝国の大公国である、クラックフ大公国の首都クラックフに、ユダヤ人として生まれる。地元の美術学校で、印象派の影響を受けたユゼフ・パンケービッチに支持する。1910年、19歳でパリに出て、モンマルトルで画家として、本格的に絵を描き始める。1912年、ピカソ・ブラックラの活動拠点モンマルトルの場とオラボワールに移り住む。 同年、サロンドートンヌとアンデパンダンテンに出品。1919年、ギャルリードリュエにて個展を開催。好評を博し1920年代には画家として成功する。第一次世界大戦では、自ら志願して外人部隊に従軍。孫武の戦いで重傷を負い、兵役を解かれてスペインで療養する。その功績により1916年に、 フランス国籍を得る。1925年、アリス・プランをモデルに、モンパルナスの危機を描く。第二次世界大戦勃発後、再び志願して従軍するが、1940年のフランス降伏後に、ナチスのユダヤ人弾圧を逃れるために、アメリカに亡命し、ニューヨーク・ワシントン DC で展覧会を開いた後に、カリフォルニアに今日定めた。 終戦後の1946年、フランスに戻る。1953年4月29日、南フランスバール県の港町サナリーシュルメールにて、没。同県のラバレット・デュュバールのラバレット墓地に埋葬されている。ありがとうございます。